大白川駅は、新潟県魚沼市大白川にある、東日本旅客鉄道只見線の駅である。新潟、福島県境の60離月を控えた只見線、新潟県側の拠点駅で、県内の区間で唯一列車交換が可能となっている。また、当駅から小出駅方面は、新潟支社の管轄となる。1942年11月1日に、 鉄道省只見線が、小出駅から東駅まで開通したのに伴い、開業した。開業当初は、只見線の終着駅であったが、その状態は1971年の東駅、只見駅間の開通まで続いた。1984年2月1日、国鉄大ヤ改正前までは、付近の製材工場への専用線があり、貨物を取り扱っていた。 島式ホーム一面二線を有する地上駅。越後湯沢駅管理の無人駅である。線路はほぼ東西に走り、駅舎は北側にある。側線を数本有しており、当駅は、ただ見線の除雪作業の拠点駅ともなっている。開業当初は、単式ホーム一面一線のみであったが、1971年に、当駅から、 ただみ駅までが開通すると、列車の行き違いを可能とするため、島式ホーム一面に線を有する構造となった。1988年地区の駅舎は、魚沼市入広瀬自然活用センターとの合築で、鉄筋コンクリート作り2階建てである。延べ床面積は309.44平方メートルで、駅舎の1階部分には、駅事務室と、待合所があり、 待合所から伸びる階段で2階に行くと地元で採れた、山菜や手打ちのそばによる料理などを出す食堂、平ら石庭がある。待合所には、大白側の紹介を行うパネルも置かれている。なお、当駅折り返しの列車が1本設定されているが、乗務員の宿泊施設がないため到着後は、回送列車で、小出に戻る。 翌朝再度改装されて6時台の東駅始発小出行きの上り列車となる。JR 東日本によると2000年度から2007年度の1日平均乗車辞任の推移は以下の通りであった。上の数字はいずれも新潟市社管内の有人駅では最小だった。ほとんどが小出方面への通学利用だが県境地域在住者の越境特例により少ないながら ただ見えの通学利用がある。ニュー、浅草岳温泉や、大原スキー場など、入広瀬村時代に観光開発が、盛んに進められたエリアの最寄り駅の一つである。観遊便局や、宿泊施設、観光施設がある大白川の集落からは2トル弱離れており、徒歩で、北東方向に20分ほどかかる。駅のすぐ近くにはわずか十数個ほどの小さな、 末沢集落があり、ホームから線路を挟んで、破綻川が流れている。只見方面の列車は、破綻川支流の末沢川に沿って進み、東駅と次の只見駅との間で、新潟と福島の県境を越える。このほか,かつては、洞窟風呂が、目玉のホテル大自然館や、サイクリングターミナル、サングリーンパークなどもあったが2000年代以降に廃止された。 また、かつては、南越和と観光バスの路線バスもあったが2018年9月ごろ廃止された。ありがとうございます。